九州大学九州大学応用力学研究所九州大学応用力学研究所は九州大学の淵研究所であり地球規模の現象力学を用いて観測、解明、制御することを目的とする研究所である。1951年発足。拡充、改素、統合が行われてきたが、現在は再生可能エネルギー、大気、海洋。 核融合の3つの部門からなり、それぞれに系統する付属研究センターを有している。地球の環境、エネルギー問題に力学を基盤として大型施設や大型プロジェクトを駆使して取り組み、環境保全と人類社会のモデル創生を目指していることが特徴である。2010年度より共同利用、共同研究拠点に指定されている。施設を含め多くは、 九州大学地区市地区に集約されている。1951年4月1日、九州大学の流体工学研究所と男性工学研究所を母体とし発足。設立当初は流体力学と材料工学が中心だったが、1962年からの3年間で海洋災害研究部が発足、1966年からの3年間で、 高エネルギー力学研究部が作られ、以後改装を繰り返しながら、再生可能エネルギー、地球規模の大気、海、核融合の3つを柱とする部門体制が作られていった。1951年の発足時以来、力学に関する学理及びその応用の研究を掲げ、現在では、地球の環境問題、エネルギー問題に取り組み、大型施設や、 共同研究を駆使して国際的に高い水準の成果を上げるとともに世界の力学研究拠点となることを目指している。2010年度より共同利用共同研究拠点に指定されている。応用力学研究所では夏季専攻と連携して大学院教育を行っている。また全国各大学の大学院からの特別研究学生を受け入れている。ありがとうございます。